館山 TV。 こんにちは、仕事体験レポーターのメイです。館山市公式チャンネル館山 TV の初めての仕事体験シリーズを担当することになりました。館山のユニークな仕事や職場を企画を通して伝えていきます。記念すべき第1回の現場は北条サーカスです。館山に住んでいる方はこの元薬局がこれからどうなっていくのか気になる方もいると思うんですよね。仕事体験を通してこの元薬局がどうなっていくのかを探っていきたいと思います。では早速見てみましょう。1階は永遠の図書室という名前で、このように図書室として営業しているみたいですね。なんかこう、この建物自体が北条サーカスっていう名前で、今は2階を改装しているそうなので、そちらの店舗のお仕事を今日はお手伝いしたいと思います。それでは早速2階に行ってみましょう。ここからですね、ここから上がっていきたいと思います。もう木材とかがあって、なんかこうDIY してるぜ感がありますね。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。北条サーカスを運営されている漆原さんです。漆原です。今日は初めての仕事体験というきっかけで来ました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと中案内しましょうか。はい、よろしくお願いします。おー、綺麗、まあ、素敵。大体出てきてきたかなっていう場所ですね。今そのここは改装中で、それをオープンするための準備期間っていう感じなんですね。そうですね。ちょっとほぼ DIY で半年ぐらいかかってそこまで来ましたが、最後の仕上げをみーちゃんにお願いしたいな。頑張ります。思ってます。じゃあちょっと最初に漆原さんに何個か質問させてもらえたらと思うんですけど、はい、まずはじめにこの場所は一体何をする予定なんでしょうか。ここはですね、シェアオフィスですね、はい、15組の人が、まあ、事務所として、借りていただいて、で今ここで見ていただいている場所は、まあ、共有のリビングとあとキッチンですね。漆原さんは普段のお仕事も DIY がメインなんですか。何屋さんかよく分かんなくなったんですけど賃貸住宅の大家さんとマイクロデベロッパーっていう名前をつけてですね、マイクロデベロッパー、まあ、こういう空き家とか空き店舗を買うとか借りるとかして、で改装をして使ってなかった物件を賃貸住宅にするとか、図書室始めちゃうとかで今度立ち食いそば屋始めるんですけど。そうなんですか。立ち食いそば屋。立ち食いそばです。で、まあ、地元の人が、はい、あ、ここに立ち食いそば屋があってよかったな、うん、リノベーションまちづくりって素敵だなと思ってもらうために、まあ、親しみやすい立ち食いそば屋をやることにしました。立ち食いそば屋もっていうのびっくりですね。まあ正直全部成り行きなんですけどね、まあ、あなたが買わないと更地になっちゃいますよって言われて、この交差点のね、この建物がなくなっちゃうって想像できないな。うん、手にしたらね、もう早く始めないと。はい、そんな成り行きです。すごいですね。じゃあそろそろ私も今日はここの、ね、はい、メンバーの一員として DIY をやらせていただけたらと思うので。結構ガチですよ。頑張ります。そんな格好でいいんですか。着替えます。着替えますか。はい。じゃあ僕も着替えます。よし、ということで着替えますか。着替えますか。せーの。おっ、寝巻き。え、違いますよ。あ、ウルさんかっこいいな。アメリカのね、古着。あ、かっこいい。アメリカでティムさんが着てたやつ。ティムさんがこれ着てたんですか。まあ、らしいです。あ、本当に。結構ヤフオクで。じゃあ行きますか。そうですね、はい、ではよろしくお願いします。こんにちは。あ、こんにちは。はい、今一緒に作業をやってる、はい、ゆうすけ、鈴木ゆうすけです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、森ゆきさん。森ゆきさん、はい、森ゆきです。よろしくお願いします。はい、めいちゃんです。よろしくお願いします。今日はDIY を手伝わせてもらいます。よろしくお願いします。はい、はい、で今日のですね、めいちゃんの使命は、はい、ここはもともと美容室だったコーナーなんですけど、うんうんうん、ここ元のカウンターを生かしながら洗面所にします、うん、おー、素敵。シェアオフィスなんですけど、洗面所もある、シャワーもある。へえー、いいですね、はい、で下の部分はこういう木を
ちょっと水でジャバジャバに薄めた白いペンキを塗って木目の雰囲気残したのじ板っていうんですけど、はい、まあ、裏はもともと飛んでます。あ、じゃあ自分たちでこれを塗ってるんですね。そうなんです。へぇ、これはいい人で、これをね、こういう感じにこう下に貼っていってもらうんですが、はい、ネジの散らばった感を、うんうん、はい、おこだわりながら、なるほど、このスライドの方で長さを揃えて、で、ボンドをつけて、で、釘で打つと。なるほど、そんな感じです。おお、結構本格的な DIY ですね、はい、じゃあでは、これをまずは測って、初スライドの方、うぅ、そのまま増してみて。めっちゃ緊張する。おお、切れたー。すごい。めっちゃ綺麗に切れましたね。イエーイ。イエーイ。これはいいですね。もともと私もあのホステル常でリアコモデーションで1ヶ月間滞在させてもらって、ちょうど1年前ぐらいですね。そうだね、うん、いや楽しかったな。もう夕日見に海に行ったり、とサーフィンをやってみたり。今度はじゃあそんなもんで、こんなもんで、はい、はい、こんな感じ。じゃあ、あとこれを全部ここまで馬で今日は帰れませんか。お帰れません。というのは冗談です。まあ、とりあえずこういうのを出して、はい、わあ、じゃあせっかくなんでもう一作業。はい、ありがとうございます。森さん、ありがとうございます。ペンキを塗りたいと思います。ペンキ、はい、何色の何。ペンキの先生、どうぞ。あ、ペンキの先生。これを塗ります、この色を。ちょっと塗る前に、まあ、下準備をしなきゃいけないんですけど、こう養生するっていう作業をしてほしいなと。わかりました、養生から、はい、このまんま、このまんま、こう、うまくこういう感じで。あー、はい、了解です。できた、できました。はい、ということで今度はペンキを塗っていきます。あー、みーちゃん、これこのペンキです。はい。でこれをじゃよく振ってください。はい。顔で振る。はい、いいですか。はい、いいですよ。はい。たらーっと。はい。どのくらいなんだろう。まあ、とりあえず。いた。はい。はい。はい。じゃあそれでローラーになじましたら。はい。壁を塗っていきましょう。おお。基本は上から下。上から下。ででん、あ、いい色。あ、そういう色で、はい、あ、これいい色ですね。しかも模様が浮き上がってまたいい。できました、できました。顔も塗ったの。顔も塗ったの。いや、顔塗ってないですけどね。できました、イエーイ。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ほとんどやってないのにね、ありがとうございました。若者顔で言わせていただいてますが、すいません。イエーイ、嬉しい。では今日は DIY をお手伝いさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しかったです。楽しかった。楽しかった。初めての経験が結構多かったので、すごい新鮮な体験でした。ウルさんに最初にちょっと質問をさせてもらいたいと思うんですけど、はい、シェアオフィスを作ろうと思ったきっかけっていうのは何なんですか。この街ってクリエイターがそんなに多くないんですよね。なんで若いクリエイターを増やしたいなと思って。あと、この街の高校生たちに、はい、こんな素敵な暮らし私たちもしたいなんて、交差点から見える場所で、戦争図書室の上で若者たちにクリエイティブに暮らすっていう。それめちゃくちゃいい刺激になりますね。
このシェアオフィスや工場サーカスは今後どんな場所にしていきたいんですか？実はサーカスっていう名前をつけたのが、はい、まあ、一つはやっぱり曲芸団からも来てるんですけど、はいはい、変わった人たちもっともっと集まる場所になっていたと思います、はいはい。今度は3人にちょっと聞きたいんですけども、今やっているお仕事で楽しいなと思うこととかワクワクすることとかそういうのがあれば教えてほしいです。まあ、ここでやってる作業は何でも楽しいですけど、うん、特になんか今面白いと思う瞬間はなんか新しい道具が使えるようになるとき。確かになんか自分のレベルが上がってる感がもうもろに分かりますもんね。その時ですか。いいですね。どうですか、鈴木さんは。なんかものづくりで体感できてるみたいな感じで新しいものに変わっていくっていう、うん、そういう瞬間を味わった時が楽しいかもしれないですね。そうですね。なんかこう僕が楽しいことを僕が言ったらそれが楽しそうだって若い人が返してくれて、うん、一緒に作業の方が楽しいですね。ああいいですね。その作業終わった後になんかすごいですね、ここを拠点にしながらなんかこう世界とかあとは日本のいろんなところから人が集まってきて協力して新しいものを作るっていうのは本当にすごいなと思うし、これからまたここで新たなものができていくのが楽しみなんだなと思いました。こういう面白い場所もどんどんできてるっていうのは熱いですね、これから。暑いですよ。暑いですね。今日は本当にお手伝いさせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで今回の仕事体験は工場サーカスでした。では皆さんまたさようなら。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。